42歳な40歳になってなった時の藤川球児がもうあの戦いまくった藤川球児ではなくなってきていたのでこれ捨てないとと失礼だと思ったんですよ応援してくれた人もそうだけれどももっと大事な自分にもうこのままやめてあげないとこれはあんだけ必死に頑張った人に失礼だって。もう客観視してたんだとにかくもう